金沢医科大学はこちらをご覧ください。ここでは金沢の魅力について紹介されています。金沢医科大学のキャンパスが立つ内灘までは JR 金沢駅から北陸鉄道浅野川線でおよそ16分、北陸新幹線の開通により金沢東京間の移動時間が約2時間半と全国からのアクセスがさらに便利になりました。古くから城下町として栄え、森の都、伝統文化と学術の町などと称される金沢、470年の歴史を持つ金沢城公園や日本三名園の一つである兼六園、石畳の風情ある町並みが続く長町武家屋敷跡、明治3年に設立され、現在は兼六園内に移築されている旧金沢藩医学館、そして石川県にゆかりのある泉鏡花などの文学者や科学者の資料を展示した石川志向記念文化交流館など、金沢という町の歴史や伝統を感じられる施設が点在しています。現代アートの美術館として全国に知られる金沢21世紀美術館や、金沢が生んだ哲学者鈴木大拙の記念館、石川県立音楽堂など文化的施設も充実。過去から受け継がれる歴史と常に変化を続ける新しい文化、その両方が息づく金沢の街は好奇心を刺激してくれるはずです。優れた医師になるには文化や芸術など教養を深める時間も大切。金沢での6年間はそんな魅力も磨かれる時間になりそうですね。